終わり丘陵とは、愛知県中西部、能美平の東側にある丘陵。末端部では、東山丘陵、または、山古丘陵とも呼ばれる。丘陵の北部は、海抜200メートル前後で、木曽川南側の犬山市から、南東方向へ、小牧市、春日井市などを経て、豊田市、瀬戸市境のさなげ山南西陸へ続いている。ここからは、南西方向へ向きを変え、 海抜約100メートル以下のなだらかな丘陵として、長久手市、日清市、豊明市、名古屋市東部などを経て、北半島北部の東海市、大府市で、北丘陵に連なる。丘陵南部では、東側に、尾張、三河国境である境川が流れている。さらにその東側は、岡崎市、刈谷市、安城市などの西三河平野となる。丘陵の多くは、 昭和の中期頃からベッドタウンとして断続的に開発が進んでおり、2021年現在も長久手市や日清市を中心に人口が増加傾向にある。山川地の拠点愛知名古屋大学、地の拠点愛知など、山岳関連系による共同研究開発拠点や学術研究拠点の整備が進められている。また、名古屋市の北港から、 東京の給料地域にかけて多くの学園都市が形成されている。特に地下鉄名城線、鶴舞線、名鉄豊田千円線などには多くの大学のキャンパスが集中して立地している。鉄道高速道路、有料道路幹線道路、ありがとうございます。